アルブレヒト上及び大聖堂マイセン編境博は中世ドイツの有力な諸行及びその称号の一つ。その両方は現在のザクセン州の一部にあたる。マイセン編境博の紋章11世紀初めのマイセン編境博領東フランク国王ハインリヒ一世は928年から929年のスラブ地方への出兵に際し、 エルベ川に面した丘陵の上に城塞を建造した。この城は近くを流れる小川甘い坂はにちなんで命名された。この城の麓にはその世紀のうちに町が明け同じ名で呼ばれるようになった。965年に神聖ローマ皇帝夫一世がマイセン返境博を任命したとされるが、文献上の証拠は968年のものが最も古い記録である。 この年、マイセンの城山は、新たに設けられたマイセン市教区の司教のための司教座にもなった。1068年からはこれに加えて、マイセン城白が設けられた。この頃から、マイセン城白領は、発展を遂げ、マインヘリンク家を起こすことになる。これに対して、マイセン辺境白領は965年に、ゲロ辺境白領の分割によって創設され、十一世紀には、 ナイセ川まで、後には南に拡大し、エルツ山地にまでその半島を広げた。983年に、リクダックが、マイセン辺境博に任命されたのは確実で、985年以降は、エッケ・ハルディン家がこの位を継承した。1046年からは、バイマール・オーラミュンで博化1067年に、ブルノン家と続いたが、 1089年にブルノン家のエクベルト2世は除人検討層に関わって解任された。同年、規定にあたるベッティン家のハインリヒ1世が後継となり、マイセ線返境を領はそのまま維持されることとなった。その後の返境をたち、特にコンラート、オットディートリヒは領土を広げ強化を図った。ハインリヒ3世は1243年、 1255年に、まず、嫁師として、アルテンブルク周辺のプライセンラント地方を獲得した。ついで、叔父のハインリヒラスペが子供を残さずに1247年に、亡くなったことから起こったチューリンゲン法白領をめぐる遺産相続争いに、1264年に打ち勝った。こうして、領土拡大は成功したが、このアルブレヒト2世と孫のフリードリヒ1世との、 間で内戦が発生、一時は中林源を失うことになった。この内戦の最中にローマをアルブレヒト一世はマイセ戦辺境白霊を自らのハントに収めようと試みたが、1307年のルッカの戦いで挫折した。その後、 ベッティン家の数人の男系血縁者による共同統治となり、1382年と1445年には、マイセン辺境薄領、中林源法薄領、及びプライセンラントがその対象となった。一方、この地方の他の家系はしばしば断絶し、ベッティン家は結婚や購入、あるいは戦争によってこうした土地を手に入れて、その影響地域を拡大。 1426年には、マイセン上博の権限をも手に入れた。15世紀末のベッティン家の勢力は、ベラ川とオーデル川の間の地域にまで、程度の差こそあれ拡大している。1423年に、マイセン辺境博フリードリヒ4世に、ザクセン・ビィッテンベルク公の位が与えられた。さらに同年、ザクセン選定公にも選ばれた。これにより、 ザクセン選定工領内のマイセン返境白領は独立した両方国家としての性質を失った。フリードリヒ一世の孫のエルンストとアルブレヒトの兄弟間でなされた1485年のライプツィヒ分割は長期にわたってザクセンとチューリンゲンを分けている。同時にベッティン家もエルンストの家系とアルブレヒトの家系に分かれていった。 本来のマイセン編狂薄量は現在のマイセン群とほぼ同じであった。ありがとうございます。